変わっていくでしょ、はい、これが大きかったから最終的に小さくなっちゃいましたけれど、もうこの残りのスペースの中で、ね、きちんと考えて圧をかけているので、すごく順応性が高いなと思います。今回こう変更で、それは大変ですね。こう飛び出てるんですね。あとはこの間で少し上に行っても意外と詰まって見えませんか。いや確かにこれ全部見てたら、特に電話の話とか、これと手がなくなってないですか。よく立ってると素晴らしい。そう、ここのね、使い方、これはこれで全く違いますね。今持っている筆の持ち方は昇降法と言います。はい、はい、昇降法、昇降法、はい、昇降法ね。どんな感じですか。今ありがとうございました。お気をつけて、ご苦労様です。走行法、今よく筆が入れてますよ。もうちょっとすごい気持ちよくできる。一般的に持つ筆の持ち方は、尖ってる、剣腕、剣腕、剣腕ね、うん、それから今私が持って書いてる方法は、はい、すごくね、大事に書かれてる感じ。そうそうこうよろしいじゃないですか。こう、お気をつけて、ご苦労様です。ね、そうか、はあ、なるほど、よろしくどうぞ。ありがとうございます。また2つね。はい、ありがとうございます。